はいどうも、ビバです。突然ですが、問題です。問題1、これ、なんて読むかわかりますか？問題2、ワズミって、どんな特徴のメダカでしょうか？問題3、実験動物として世界中の研究機関で飼育されている熱帯魚は？問題4、最近、養魚場が少なくなって見られなくなった中国原産の金魚は？メダカや金魚、熱帯魚について調べるとき、一番最初に思いつくのは、ネット検索や YouTube、SNS などをチェックすることです。ただこれらの情報ソースは、こちらが知りたい情報を確定して調べるので、探そうと思った情報しか得ることができなかったり、専門用語の読み方とか意味を調べる必要があったり、そもそも情報が古かったり間違っている場合もあります。冒頭のクイズも調べようと思わないと答えがわからないものばっかり、そもそも知ろうとすら思わないかもしれません。こういった本来調べたい情報に対して二次的な情報や関連する情報を知ることができる情報ソースが書籍です。例えば初心者にも育てやすい水草を探すときにネットで検索すると初心者でも育てやすい水草10選のようなブログとか動画がヒットするかもしれません。ただそういったブログや動画だとその10種類の水草しか知ることができません。それに対して水草図鑑のような書籍であれば初心者から上級者まで飼育難度が分けられていて、しかも数百種類の水草が写真付きで網羅されていて、水草の育成方法なんかも知ることができます。もちろん古い書籍だったら情報も古くなってしまうんですが、まだまだ現役で役立つ情報が満載かと思います。ただ書籍の弱点は文字と写真でしか情報を得られない点。例えば水草を簡単に植える方法とかは動画で見れた方が分かりやすいかもしれません。そんな書籍の良いところをキープしたまんま、今の時代に合わせて豊富な動画もスマホで手軽に見れる素晴らしい書籍が発売されました。それがこちら、小学館の図鑑ネオ、メダカ、金魚、熱帯魚 DVD 付き。今回はこの書籍を紹介したいと思います。この書籍というか図鑑なんですけど、発売日は2024年6月25日発売されたばかりの最新刊です。最新刊ということは掲載されている情報も最新。特にメダカのような日々新しい品種が生み出されるジャンルにとっては最新情報が得られるのは嬉しいポイントです。多分テレビ CM もやっているみたいなので、この表紙について見たこともあるっていう人もいるかもしれません。帯にもある通り、芦田愛菜さんがお気に入りのシリーズということで、これだけでも買う価値ありです。ていうか愛菜ちゃんめっちゃ大人になりましたね。しかも75分もの動画が収録されたDVD もついているんですが、ビバカのように DVD を見る環境がないっていう方もいると思います。安心してください。書籍の随所に QR コードが掲載されていて、それを読み取ると DVD に収録されている動画をスマホとかタブレットで見ることができます。書籍の内容については、メダカ150種類、金魚100種類、熱帯魚400種類が写真付きで掲載された図鑑なんですが、それらに関する情報がめちゃめちゃ読み方あります。冒頭のクイズも実はこの書籍を適当に開いたページの内容からクイズ形式にしたものです。この書籍の内容について具体的には、生態の情報をはじめ飼育方法、生息域の情報、歴史、用語解説、放流や外来種などの問題、ショップや水族館情報などなど、調べようと思わないと知ることのできない情報が盛りだくさんです。しかもこの小学館の図鑑ネオシリーズ、3歳から高学年まで長く使える本格図鑑と銘打ってることもあって、全ての漢字に触れ仮名が振ってあります。これが実はめっちゃ役に立ちます。というのも専門用語って読み方がわからないものが多いんですよね。この本ではなるべくわかりやすく伝えてくれてはいるんですが、どうしても置き換えられない漢字の用語も出てきます。それらにも全て振り仮名が振ってあって、正直子供よりも我々大人が助かるレベルでありがたいです。冒頭のクイズの極上ビバークアは市場と間違って覚えてました。極っていう漢字、まあこれ単体で出されてトゲとしか読めないんですけど、このトゲっていう漢字を刺すっていう漢字と勘違いして市場と読んでいました。またたまに勃発するこれの読み方問題、ビバークアは巣を作る英草に習って包装と読んでるんですけど、この本では合わすと振り仮名が振られています。どっちが正しいか白黒つけたいわけではないんですけど、
モヤモヤしてたものがすっきりした感はあります。とまあそんな感じで、アクアリウム関連書籍の最新刊ということで、発売したてのこちらを紹介させていただきました。ターゲットは子供向けとされてるんですが、大人が読んでも十分楽しめますし、何より手元にあると役に立つ書籍だと思います。残念ながらお見せできるのは表紙だけなので、中身もしくは収録動画については実際にお買い上げいただいてチェックしてみてください。ちなみにカバー裏にものすごいものが隠れてますので、購入された方はぜひ書籍のカバーめくって中身を確認してみてください。 Amazon と楽天の商品リンクは下の動画説明欄にありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。